モデルのアンミカが、カンテレフジテレビ系バラエティ番組、オカベロ。カンテレ16日14時27分チルダ、フジ19日24時45分チルダほか、に出演。関西弁を解禁したきっかけを明かす。オカベロに出演するアンミカカンテレ提供テレビ局近くの飲食店へ収録の合間に訪れる有名人に、ナインティナインの岡村隆史と、選手のロンドンブーツ1号2号、田村亮が質問をぶつけていくという設定の同番組。亮に、もともとモデルなんですよね、と問いかけられると、すかさず、今も、モデルなんですよ。よく間違えられる、と、関西人ならではの素早さで突っ込む。今でこそ関西弁の印象が強いアンミカだが、8年前に関西から上京した当初は標準語で活動していたそう。関西弁を解禁したきっかけは、ピーター、池畑慎之介の誕生日会で、会場に滞在できる時間が40分と限られていたため、足跡を残していいかな、と思い立って。関西弁でマシンガントークをした頃、同じテーブルだったマツコデラックスとミッツマングローブらから、大阪弁の方が面白い、と褒められたという。その後、マツコが出演する富士系バラエティ番組、アウト×デラックスって、関西弁を解禁し、むっちゃ、気が楽になった、と当時を振り返る。そのトーク力で、テレビショッピング番組でも活躍するアンミカは、一日で億単位を稼ぐ、テレ、ビショッピングの女王、とも言われ、専門チャンネル、QVC、で、3つのブランドを展開。そこで、番組に出演するアンミカに密着すると、岡村が、岡ベロ、は、遅れてるのかな、と、思わずつぶやいた驚きのこだわりがあった。夫は6年前に結婚した会社社長で、セレブな生活を送っているアンミカ。しかし、その幼少期は貧しく、4人兄弟と両親合わせて7人で4畳半に暮らしていた上、アンミカ。自身も小学生の頃から高校3年生までの7年間にわたって新聞配達の仕事をしていたという。それでも、むっちゃ貧乏だったのに、明るかった、と幼少期を振り。帰り、兄弟全員も手に職をつけて、それぞれに成功している話す。その裏には、亡き母の教育法があったと言い、その、金言、を聞いた岡村は、そんなこと言われたことない、と驚く。本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。